ダンテ、今いいか？ちょっと話したいんだけど。ふん。黙ってるなよ。俺たちはこれから共に戦う仲だろ？戦う相手が同じだけだ。ここにいてもしょうがねえ。どけよ。じゃあな。ダンテ！相変わらずお前たちは声がでかいな。うるさくてついつい来ちまったぜ。ダスティン、俺、ダンテとは年も近そうだしな。やりにくい相手だろうな。しかしま、今はお前が調律騎士団のリーダーだ。正面突破もいいが、お前はあいつのことを何も分かっちゃいない。ああ。まずは相手を見ることから始める。なんてこともあるんじゃないか。思い切りやり合うのはその後でいい。ま、それが男のコミュニケーションってやつか。うん。そうだな。ありがとう、ラスティ。俺、ダンテを探してみる。おー、アルト。お前、酒持ってねえか。昼間っから日差し浴びるなんざ久々だよ。完全に燃料切れだ。ああ、もう動けねえ。不健康な挨拶だな。俺が持ち歩いてるわけないだろ。なあ、これって何の騒ぎなんだ？たくさん人が集まってるみたいだけど。持ち寄ってるもん見りゃわかんだろ。瓦礫に木片、荷車にバケツ。もしかして広場の修繕？広場に限らず城下町全般な。ここらの眺めは町の連中の誇りでね。今は瓦礫の回収がせいぜいってとこだが、壊れたまんま放置もできねえってこった。みんなで町を建て直そうとしてるんだな。まだ資材の余裕もないのに。みんなってわけでもないがな。荒れてる連中も多少はうろついてる。さっきも見慣れねえ黒服に絡んでたしよ。喧嘩っ早くてしょうがねえや。見慣れない黒服？お前と年の近そうな小僧だよ。まあどっちもやり合う気満々に見えたんで、おいらは立ち入らねえでおいたんだが。もしかしてダンテか？カヤジ、それどこで見かけたんだ？心当たりあんのか？裏路地の方だぜ。わかった、ありがとう。間違いない、こいつがあの福音使徒だ。あんなに多くの町を滅ぼしておいて、よくも俺たちの国に抜け抜けと。暗がりに連れ込んで確認作業か。グダグダしたご宅はいらねえよ。どうせ気晴らしに来てんだろう。早く懐に隠してるもん出しやがれ。こいつ、詫びもしないのかよ。は？なんでてめえに詫びるんだよ。安い善人面に付き合う気はねえよ。くそ、罪人が偉そうに。やるぞ、滅びの魔女と福音使徒への見せしめだ。とっととかかって。ちょっと待ってくれ。ああ。こいつが何かしたなら謝る。手を出すのはよしてくれ。てめえ、何勝手に言ってやがる。福音使徒は騎士団の協力者だ。お前がすることには責任があるんだよ。それに町の人が苦しんでるのだって俺たちが原因なんだ。お前の方にも手は出させない。こんなの黙って見過ごせるかよ。だったらあんたじゃなくあいつに謝らせろ。再興してもらってる王都を守れるように俺もこいつも全力を尽くします。今はどうかそれで収めてください。本当にすみません。ち、あ、行くぞ。衛兵にしょっぴかれるのはごめんだ。おい、なんだ。てめえが俺の責任者、優等生ぶってるんじゃねえよ。お前だけで終わる問題じゃないだろう。治安を悪くするような真似するなよ。町の人を苦しめたのは俺たちか。耳障りのいいセリフが言えたもんだ。あいつらが単純な連中でうまく丸め込めてよかったな。おっと、俺は誰かに怪我させたくないだけだ。丸め込もうなんてしてない。お前との協力関係なんて今だけの話だ。お前のことはいつか俺が倒す。やれるもんならやってみろ。てめえの甘い剣で切れるはずがねえ。忘れるなよ、揉め事起こしたら許さないからな。